よし、久しぶりです。1ヶ月ぶりですね。YouTube 動画の方に向かって言うと、今まだ放送つながってません。放送アイディアをコピーしてスタート。遅い。いきなりプライマリサーバーエラー。あれ、ちょっと待った。こんばんは。いきなりダメってことは、いった。おはようございます。びっくりした。いきなりプライマリーサーバーエラー出たから、最初からダメかと思った。で、さっきコメントあったんですけど、予約枠じゃないです。途中で電波切れるので。おはようございます。そう、今ここはなんか今死んでるっぽいんですよ。おはようございます。今ここサーバーがなんか繋がらなかったんで、場所は今ここ出ないんですけど、今ここはなんだっけ、信玄の道だったかな。円山っていう、円山駅っていうところから祖父になったら、なのでちょっともう行っとかないとまずいかなと思って、本当は告知してから一緒に大だるみ行くんだったら一緒に行きましょうみたいなこと言ってた人たちもいたので、告知しようかなと思ったんですけどね、ちょっと今日起きられる地震とかいろいろ地震がなかったんで黙ってきてしまいました。さて、おはようございます。信玄餅、そうそう、信玄餅の山梨県です。いらっしゃいませ。すぐそこにコメディがあるんで駆け込みそうなんですよね。ただ乗るの自体久しぶりなんで、一月ぐらい乗ってなかったかな。たるんじゃってます。大地、よいしょ。詰め放題ありますね、そういうの。さっき朝寒かったです、結構。じゃあ出発。 GoPro の録画の手合わせたりする儀式はもう済ませてます。そう、一月乗らずに、遠く以来なんですよ。今日秦野さん、いやー、どうだろう、さすがに自転車と、自転車が気に入ってるかどうか、なかなかいいですよ。位置情報の、お一人です、今日は。通勤。ふと。もう電波は厳しいか。ここはですね、やっぱ信玄の道だ。ここは、今、円山市かな、まだ。円山市、軽い。自転車側だったらそんな軽くないですけどね。この辺りなんかデマンドバスっていう、山梨です。デマンドバスっていう、これは時刻表がないってことはどうなんだろう。いい天気。そう、今日半袖半ズボンです。上りはやっぱ暑いんで、ただ下り用に雨具含めて持ってきました、いろいろと。おはようございます。今日は5、60キロぐらいだったかな。いや、標高差1900だから60キロくらいかな。予約制、それでオンデマンドなのか。予約制か。で、さっきの番号のところに、ニコ生 iPhone アプリまだ試してないな。機材それほどでもないですね。おはようございます。機材は2キロはないぐらい。飛ばしてる。この道は車にとっては仮坂トンネルっていう、あれどこに抜けるんだったっけ。秩父の方に抜けるんでしたよね。の長いトンネルに登る、向かう道です。日帰りです。秩父か。ただあそこ自転車通れないんですよ。
標高2000いけるかな本当に今日は。そう、仮坂は今ここが、今ここはなんかサーバー繋がらなかったんです。混雑してるんじゃないかと思います。ふう、文字の自転車道、人道トンネルのあれじゃなくてですかね。で、今日は、今日は防水のオルトリーグのバッグです。ん、何が見つからない。健康的だけど久しぶりなんで。今のは何の警備の人なんだ。で、大だるみ峠の登りで一番きついのが一番最初なんですよ。しまった、ルートラボのルート消すの忘れてた。すいません、ルートラボのルートは今日できてないです。 iPhone5 はあんま変わんないかな。ハニワバグ大地峠、大地峠っていうのはこれは iPhone じゃなくてパソコン配信です。ノートパソコン配信。牧岡活性化するんだったら行きますけどね。ほらあれで、この辺り紅葉なんか始まってるのはこの下の方でも。歩行者自転車通行禁止の方じゃなくて、私はもうちょっと西の峠に行くんですけどね。おはようございますかな、今のは。おはようございます。不安だな今日は。デジカメ持ってきてますって。そういや全然撮ってないか。いや今撮った。そういや今紅葉撮ったんだった。で、大台見峠の上の方はこの時期だったらもう紅葉してると思うんですけどね。標高1900メートル登ります。今日は自炊じゃなくて、何の蓋、デジカメ、自転車乗りの集団がいる。ここはのコンビニ、ファミマって確か前あっちじゃなくてソニーのカメラ、あれじゃあ、ミンタマさんですか今のは。ソニーのあれは私はもちろんチェックしてますよ、してるんですけど、 GoPro の方に比べてなんかいいとこがあるかっていうと、基本になんかやりにくそうなところが目立ってしまって、私はまだ考えてないですね。もうちょっとヘルメットにマウントしやすければ、あとは充電、給電しながら録画し続けるっていうのが、蓋開けた状態でやらなきゃいけないんですけど、その蓋開けた状態だとマウントできないんですよね。だからマウントする方法別途考えなきゃいけない。あれはで、これまっすぐ行ったら仮坂トンネルの方に行ってしまうんで、この右にそれて国道、今のそうですかね、アンドロイド。前の自転車はバラして部屋に置いてあります、というか箱詰めしてあります。で、前ここで何人かできた時に私は間違えて先導したんだよな。今ここはなんかサーバーが繋がらないみたいです。いやでも確かしばらくはこっちだ。クールピックさん、それはモバイルルーターがあればってことか。あれさっきのあれかな、インターンさんじゃないのかな。私はすぐ返信したのに、ツイッターで。ん、なんて、今山梨県、ここは牧岡町っていうとこなんですけど、今これって、今日はですね、もう1日間放送したら電波なくなります。そこから先は GoPro で録画してきます。何が来てない。
ノビック、あ、カチカチ音いつもしてますけどね。一応油させてきたんで、チェーンがちょっとシャリシャリし始めてたのは今音は消えてます。予約は放送の方ですかね。予約枠にはしないです。どうせ1日間しか持たないんで電波が。このあ今日ですかね。あ、ただ初めて行くとこではないんですよ。今回で何回目かな。おはようございます。1日で、あ、確かこの辺りで前町が、いや、あそこだ。最近は全然距離走ってないですけど、昔は200キロ走ったこともあります。場所はですね、牧岡町でまず検索、牧場の牧に、学の方の丘で町の牧岡町。この辺りで道間違いやすいんですよね。ばらすときに、こっちにちょっと行って、で、あそこの金峰線本峰っていう、このクリスタルラインの看板に沿って曲がれば正しい道だったのに、前間違えたもんな。人と一緒に来てて、間違った道誘導してしまって、無駄に走ったことが。帰りはどうかな。いや、1日200キロ昔の話ですけどね。最近はもう6、5、60キロぐらいかな、1日。でも、この間、青森県のツーリングだと、もっと情報、この辺りは、道の駅、なんだっけ、あそこは。道の駅、花影とかいう名前の、植物の花にひらがなの影だったかな。小野さんに、まあ、前何度かやってますけどね、過去2回走ったことがあります。そろそろウィンドブレーカー脱ぐかな。小野さんとは、そうですね、ダッシュ四駆アキラとは何ですか。ここから先のブドウ畑の坂道がこの峠道で一番きついとこです。まあ、そこから先もきついとこあるんですけど、長袖に半袖です。あ、見つかりました。それの割と近くです。前間違ってそこに友達を誘導したことがずっと登りです。ぶどう畑があそこがですね、今日は涼しいからいいんですけど、暑い日のぶどう畑はの直線登りは死にますよ、本当に。今一緒に行った人が休憩してる時に足元見たら、雨が降ったみたいになってた。ミニ四駆の世代はちょっと私はずれてるんですよね。ミニ四駆は、私はチョロ Q 世代。ダートの、いや、向こう側には行かないです。向こう側通ったの1回しかないな、下りで。多分向こう側、まだ峠から向こう側はひどい砂利道ですよね。よいしょ。さて、半袖になりました。ブリキそこまでじゃないかな。よいしょ。割とおにゃんこ世代だと思います。知らないけど、おにゃんこのことはよく知らないが、その世代だったはず。上は、そう、上寒いと思うんですよね。今日、まあ、朝だからだろうけど、こんだけ麓の方で気温が低いので、上に行ったら雨具含めて全部着込まなきゃいけないかもしれない。ビア気持ってます。
寒いっす。それもにゃんこですね。それはなんか鬼面組の主題歌だったっけ。あ、末吉。6度。ちょっと低すぎるな。こう、あれ、前これ小学校、中学校じゃなかったっけ。もちろんフロントトリプルです。笛川中学校。あれ、笛吹市じゃないよな、ここは。前から思ってるんですけど、ここに自転車通学してる子供は結構なクライマーになると思いますよ。ハンバーナー、重たいもの何も持ってきてないです。いや、下の各務駅はちょっと帰りの時間かかるし。で、今日は日帰りです。俳句。そういや、最近ナスネっていうソニーの地上波 BS 含めたのレコーダーを購入して使ってるんですけど、ようやくなんだっけ、心旅見始めましたよ。帰りは円山駅に戻ります。カチカチはずっとですね、心旅ちょっとだんだん溜まってきてはいるんですけど、録画した分が。コール旅はかなり行ったことあるとこよく見るんで、あと走り方がすごくなんか似てる感じがする。サイクリングは、いや、放送外では最近全然、結構面白かったですね。あんまり演出入れずに、その現地の音とかがそのまま入ってるのいいですね。パクリなのか。小学校が上にあるんだ、これ。あれ、小中学校別だったっけ。で、小学校の方がより坂の上にあるんですね。自転車はビアンキです。あれ、だらしないというかファッションですよね、あれが。そう、往復するだけです。おはようございます。国士だけは、まあ、体力が残ってれば。かっこいい、あの格好ですよね。なんていうか、私の頭の中だと、ボサノバっていう文字列が出てくるんですが、日野さんの格好を見ると。ボサノバ。そうそう、高所で高知県の GoPro は日野さん映しカメラですね、あれは。裏何大橋だったっけ、裏大橋だったっけ、桂浜に行くとこの、私あれ上通ったんですよ。あそこひどすぎますよ、なんとか大橋は。伴走者ありますよね、当然。ないと思ってた。あそこの橋はですね、日野さんが言ってたら本当に、裏と良かったでしたっけ。裏と橋は高いのもありますけど、狭すぎ。あんなに交通量が多いのに、自転車が通る隙もほとんどないんですよ。そして暗がり峠。サンフラワー、が通ってたからあんなに橋が高いんだ。そう、あそこ狭いし、登りがきつすぎ、あの橋は。鼻声ですかね。どうした。ツイートとかの写真見てると、あれはちょっと膝にきそうですね。来るというか膝痛めそう。箱根とかと同じで、一回登ったらもういいかなって感じかな。私、箱根もあれ車多くて嫌いなんですよ。
ロード、あ、ギア比的にですね。あれで今のところここまで来てまだそんなに汗ひどくかいてないし、前来た時よりスピード遅いからかな。あ、で前この辺り通った時にこのブドウ、 2000m はないんですよ今日は。トータルでも標高差1900です。でほぼあの途中に登り返しみたいなところはなくて単調に登りっぱなしです。香りはしないな。もう終わってるんですかね。確かにもう鳴ってるやつがあんまりないな。甲府のちょっと東側です。牧岡町なんですけど、多分今なんとかし牧岡町、牧岡町、牧岡町じゃないかな。コンプはもういい加減ボロボロなんで、いやびつもしばらく行ってないですね。この間あの芋煮会の時に行こうと思ったんですけど、台風で延期プラス中止になっちゃいましたからね。おはようございます。あ、今日のルートすいません、今日のルートは違います、消し忘れ。何みたいなことで、前ここ通った時にあの売れすぎてというか、売れがいはちょうどいいんだけど出荷するには売れすぎっていうブドウを道端でなんかおばあさんからもらったことあるんですよ。おばあさんとあとその息子さんかな。で、あの6、7人ぐらいで来てたんですけど、そのブドウをみんなでもらって、で私はあの後ろのファニアバッグに1キロ分ぐらいもらって、で途中あの湧き水、神奈川の成でおすすめ、自転車で行くところとしてかな、神奈川県内か、ひさり峠、釈里峠と書いてひさり峠、あれをあの宿力側から登るのは趣あっていいですよ。ただしあの登りがいとかタイムとかラップタイムとかそういうの一切考えない走り方の場合ですけどね、あのタイム考えて登ってしまうと一瞬なんで、au にして電話まだ、あ、さっき実家からかかってきたのはちゃんと通じたな。でも今日の峠に登ると au は繋がらないはず。ドコモはあの登山客向けかなんかで峠の周辺だけありますね。今年もにかく激中止になっちゃいました。台風にぶつかってしまったんで、ヤビツ峠の芋煮会ですね。うわ、でもここの道ん、何の特典、この道をこんなに暑がらずに登れるのは初めてじゃないかな。今日気温が低いのか。iPad ミニは今のところ買わないかな。で今日は鈍行で来ました。あ、3倍体操作してあるんでしたっけ。あ、ソフトバンクイモバ、そうですね、イモバはどうなのかな。エリアは以前外配信だったらドコモかイモバかっていう選択肢でしたけどね。よくこれ全部あのブドウ畑です。もう収穫終わってるみたいです。あ、今のクラクションは左から出てこようとしてたトラックにあの対向車線のトラック挨拶しただけです。なんかおじいさんとかおばあさんが車内で手振ってました。山、まあ、あれ母言ってるけど、あ、下取りないですね。au imax、 今私 au に乗り換えた理由はあの月額が最低980円で運用できるからです。その代わりあの本体割引がなくて8万何千円出して本体買いましたけどね、一括で au の窓口で
原動をバシッと払ってきました。バシッと、はあはあ、でそれで2年間で計算するとソフトバンクで下取り含めて iPhone5 に乗り換えて毎月運用した場合に比べてプラス1万円ぐらい au の方が高いです。はあはあ、au の方はでも割引すると同じなんですけどね、両方とも。ただ私はこんにちは、大だるみまでですよね、よっ、バシッと。あの模様あれですね、あの確かあのサコシの模様はそう三角章かなんかそういうやつですよね。うん、この回線ドコモです。盗撮中。そうそう、前この辺で一遍休憩したんだ。あ、ボアルージュってあの赤水玉ですね。ドコモは少なくとも2年間は使えますね。パケットはモバイルルーター別に持ってるんですよ、ドコモのやつ SIM 入れて。さっと、あと3分か。あれついていこうとしたら大変ですよ。そこから一気に疲れるから、疲れないように行かないと。喋りながらやっぱある程度きついですね。あ、聞かれたと思います。あ、ライブ中、ライブの中で1万は今 au の iPhone にしたから微妙なんですよね。月額は980円なんですけど、本体代8万がもう最初に払ってしまってるから、それ除いて言うとすごく安く聞こえますよ。今はドコモが MNP の割引で3000何歩で、で au の方が毎月980なんで最低額は5000円ぐらい。林間学校であそこの分校にも行ったんですかね。お、来てる来てる。こんにちは。エストクラブってさっきの人もなんかその名前があったな。やっぱりみんな駆け込みで来てるんですかね、寒くなる前に。そう、電話 au です。そう、通話だけです。おはようございます。ソフトバンクはパケット通信のプランが最低金額2100円スタートなんですけど、 au の方は0円スタートなんですよ。今日イベントではないと思いますけどね。また一人来てる。淡市、ギアはそうですね、シマノのアリビオってやつです。で確か統一されてるはず。マウンテンバイクのコンポーネントです。ずっと上りです。少し暑くなってきたかな。でもやっぱりここまで暑くない、この道をここまで暑くなく登ってるのは初めてですよ。天候は好き。天気はどうかな、これだと。あ、お疲れ様です。次役ですね。次役取ります。私は前乗りから2日かけて登りましたけどね、途中温泉泊まって。お疲れ様です。入ってるけど、本当に今日はなんか
この道一番、過去一番楽に登ってるな。体調がこのまま持続すればいいけど、次枠の時には、ルート情報を削って。こんにちは。メールはカメラですか？あ、これ録画と、あと生放送もしてるんですよ。あ、また EST の人だ。あれはチーム名なのか、スカイみたいなブランドというか、有名なとこの話なのか。予定ルートをなし。海峠に登って折り返してくるだけ。あ、こんにちは。お、あ、そうです。よくわかりますね。ありがとうございます。なんで中継なのがわかるんだ。録画してるのはともかく。こんにちは。よし。ええ。ねえ、小だるみ行きます。私は6時間ぐらいかけて登るんで。よし。あ。なんだ？あ、そっか、こっちで撮られてるからか。ちょっと、もう一度。今日人多いな。なんだ、本当イベントがやってんのかな。ちょっと待ってくださいね。また来た。なんだろう、この集団。よっと。こんにちは。どちらからですか？あ、演山駅からスタートなんですけど、横浜です。今日イベントかなんかですか？あ、頑張ってください。 なんだろう、これ。うちのイベント、あ、うちの定例って言われてたんで、ショップの練習ですかね。さっきなんか女性のサイクリストの人にも、中継ですかっていきなり言われてびっくりした。録画してるかどうかっていう話はさっきも別の人に聞かれたんですけど、さっきの人はなんか中継ですかって言われましたね。なんでわかるんだ。よし。お、いらっしゃいませ。この時間に、いや、いつもこの時間帯なんですけど、本来は。いや、生中継です。にゃんこ先生のケーキ作ってましたね。独り言。あ、いや、でもさっき、うち抜いて無理。あの人たちは多分私の倍ぐらいの速度で登ると思う。あ、そっか。心旅で、中継してるっていうのが広まったのかな。そっか。じゃあ、あれですね、ちょっとリテラシーがありましたね。自転車で放送やってるっていうことに関する国内のリテラシーが。平ら。峠までは30キロ以上あるんじゃないですかね。30キロないかな。心旅出たことないです。でも心旅のディレクターさんからツイッターで話しかけられたことがある。心旅の話を書いてたんで。ああ、線香の香りが。で、電波があるのは、ここから先の、林道入り口のとこまでです。なんか、橋渡った先あたり。ん？リバープ。しかしか、気のせい。あくまで気のせい。気に、いや、背中に火つけるのが先の方でしょ。
タヌキは被害者だから、あれウサギじゃなくてなんだっけ、カチカチ山はタヌキに火つけるの誰だっけ、おじいさんか。もう喜び買ってツーリング一回やりましたけどね、だもんで少しサビがきました。多分これ不思議、いやそうでもないと思いますよ。ただ受付の窓口のお姉さんは電話の向こうの人にお質問してましたね。今お客様対応中なので今答えてほしいんですとか言ってましたね。それで20分ぐらいずっと電話してましたね、その窓口の人は。あんだけのルール覚えるの無理ですよね。あれまだ見える前の人たち。そうか、集団で走ってるから一番遅い人に合わせてあるのかな。あとケイデンスが私よりもケイデンスが低い。あれなんか縛りがあるのかな。いやロードバイクだからギア比があまり下げられないのか。みんな今なんあダメだ、すいません、コメントに短期記憶からコメントがボロボロこぼれた今。音を立てて振り返りは上の景色次第ですね。まだ全然離れてないな。なんで今日この坂がこんな楽なんだ、おかしい。最近しばらく走ってなかったから今日本当に来ようかどうか朝まで迷ってたんですよ。やっぱさすがにきついかなと思って、まあでも行ってみないかわからんからなと思って来てみました。そしたらなんか調子いい。スマホ、そういう人そうなんですよね。でも初心者っぽい人がいたらこの峠はちょっとスパルタすぎるな。いや昼はコンビニでサラダ巻き買ってきました。火曜日に1日潜伏期間があるんですね。ママチャリじゃどうだろう、トップアスリートみたいな人だったらママチャリで来れるかな。起きたのは4時半です。ママチャリでも富士山とか登ってる人いるんですよ。大樽にはどうだろう、あ、そういうのいいですね。私も少し足慣らししてこようかと思ったんですけど、昨日も外に出る気が起きなくて、天気良かったのに。で、これ木辺に山って書いて蕎麦って読みます。あ、切れた、復帰するかな、自動復帰できるかな。あと今日 YouTube 動画の方はコメント読み上げがほとんど聞こえてないと思うんで、今は切断されてます。たまに突然切れる。復帰しないな。なんでこんな調子いいんだろう。あ、まあ、ここでも休憩したな。暑くて暑くてしょうがない日で。
っきりしないな。よいしょ。ボタファイが落ちたか。落ちてない。一旦これは下げ落ちた方がいいな。あ、あれ、あれ、エグジットで、あ、すいません、おはようございます。で、あれ、の、もう一度、あれ、今つながってるのかな。運転手の接続し直すか。 FMA がダメになったかな。もうちょっと電波あるはずなんですけどね。あ、行った。よしよしよし。どうかな。よし、来た。これ大丈夫ですね。なんか急にまた切れました。ボタファイがあの熱で落ちたのかと思ったらそうじゃなくて、一時的に音声のみに。通常配信でそうすればよし。いい景色。飛び出さない飛び出さない。中継中ですか。よくわかりますねって言いました。この広場は若月様のご遺族のご厚意により借用したものです。まだかろうじて最後尾見えてる。すいません、初期のっていうのはどういう絵なんだろう。私は柘植義晴は有名なやつしか知らないです。ゲートボールっぽかったですね。でもあれは個人の土地をあの使ってくれっていうんで提供してある場所なんでしょうね。見えなくなった、前の人たちが。カチカチ、メトロノーム。いや、これケイデンス音ってことにしとこう。ケイデンス音、ケイデンスが分かるようになってます。ありがとうございます。今このぐらいのギア比です。ギア比というか回転数です。変わった車があったな。そう、ケイデンスが分かるように音を出してます。瀬尾には一遍点検してもらいに行こうとしてるんですけどね。ただ今明らかにブレーキケーブルの中が錆びてる感じがする。やたら渋い動きが。あ、見てもらいますよのつもりなんですけど、いつき、フレームが、無理よ。Z さんは今回何にも予告してなかったですからね。来ようたって来れないと思います。今から輪行してやってきて、私の10倍ぐらいで登れば。いや、まだ間に合うか。早い人だったら2時間ぐらいで登ったりするらしいから、だから私は9時ぐらいスタートだったから
15時。あ、まだ余裕で間に合うな。はあ、2時間クラスで走る人だったら、今から輪行してきても間に合う。チフカに萎えるわ。あんなところで私に嫌がらせしなくても、あんな間接的に。お、あれ休憩してるんじゃなくてまだ登ってんのか。花野さんも厳しいと思うな。私はタイヤはシュワルベマラソンにしたんで、重たいけどパンクしにくいと思います。多分昼はコンビニで買ってきたお寿司です。サラダ巻き。サラダ巻きというと人名みたいだな。お皿の皿に田んぼの田っていう名字はないんですかね。今ウエストバッグと、あと自転車につけてるバッグです。あ、リンゴだ。登り坂、そうですよね、きついけど。サラダ巻さんみたいな。ん、何の方が軽い。リンゴはちょっとだけですね。あそこにもある。青森の旅はまだこれからです。すみません。お、スケンさんいらっしゃいませ。辛そうに聞こえるのは峠登ってるからです。あ、ほうとうサラダか、サラダうどんみたいな。タイヤ変えてから、そうですね、写真は全部保存してます。あとこの GoPro で今録画中の映像も全部、そう、ずっと登りです。そう、山あるのに、ていうか山梨海ないし。昼はおにぎりじゃなくて、お寿司買ってきました。あとカロリーメイトもあるんで、カロリーの友もあるんで。さすがにきつくなってきたな。どこで休憩するかな。しかし本当に今日は汗だらだらかいてない。ん、後ろが、おう、そう、ゆっくり着実がもっとというか、それでしか登れないので。ふう、あ、ちょっと今日空気が白っぽいな。チューブも確かシュワルベのやつにしました。自転車歴長いですね。あと自転車歴が伸びると軽さに行くんですかね。そうでもないと思うけどな。GPS は今ここサーバーが今動いてないらしいです。お、300円。これは電動じゃない方のチャリです。修理もできますね。初めてやった時は30分ぐらいかかったんだったかな。初めてのパンクいつだったっけ。あ、 YouTube ありがとうございます。自転車の電動自転車って、青葉自転車ってみたいなシチュエーションだな。なんでこんな疲れることするかっていうと、いや、今日は引き返してきます。今日はというか、いつもそうなんですけどね。向こうは下るだけでも大変な、すごいラトなんで、ガレバなんで。大だるみは、あ、あるとありがとうございます。なんでこんなきついことしてるかっていうと、景色を見に行くのと、あとなんだろうな。でもやっぱり峠の上の方が雰囲気があって景色が良くて、
今日の道は、いや、この道は全舗装です。道が悪いところも全然ないですね。ひび割れてたりも、自転車はそうですね、自転車のロゴ取るためそれもある。お、登山の人たちだ。あ、でこの辺りから電波が怪しくなります。うんこサーブダメみたいですね。地盤が、あとあれ、夏の寒暖差とか温度差とか関係ないんですかね。チェット、いや林道ここ全然車多くないですよ。登山客はいますけどパラパラですね。あ、下北ではの人は丸田さんかな今のは。あとは下北で会った人はビアさんとドイツ人の人もいましたね。脇の沢ユースの時、この先があれ、まだもう少し先か。補修が、今の標高839メートルです。標高2300何十まで、引き算して1500ぐらい。まだ全然来てないな。1900メートル中の400メートルしか登ってないです。でも、あ、ヤギさんおはようございます。でも逆に400メートルでアップはできるだけ頑張ります。今日は 0.5 日ぐらいかな、6時間ぐらいかかります私は。そう、人によっては空気の薄さが影響するぐらいの高度になりますかね。今日は富士山5合目で酸欠になる人もいるし、金峰山の方行ったことないんですよね。じゃあデコかな今の。一瞬ジャレコ間に合うかなって聞こえた。ジャレコ、ジャレコといったら P47 とかバルトリックとか銀河人教伝とか、あれシティコネクションもそうだったっけ。プロサイクル野郎平弱さコナミ。サイクル野郎はちょっとありえないぐらいのシチュエーションになりますけどね。あれ、恋愛的にも山で遭難的にも、大菩薩峠の、あれ大菩薩峠、菩薩峠、いや大菩薩峠でいいのか、大菩薩峠ので、山に遭難した時のあのエピソードは死にますよね。あれはサイクル野郎の菩薩峠は菩薩峠くんの方か。だってサイクル野郎は私今 iPhone の中に入ってますから、自炊したやつが。オークションで買って自炊して、でその後に復刻版が出たっていう。マルドックスフロムは一通り読みました。マルドックスクランブルで印象に残っているキーワードは、うっそりかな、うっそり。うっそりっていうのが妙になんか頭に残ってます。うっそり。サイクルやる何十年前なんですかね。登りはもちろんきついです。あれは雪道だっけ、誰だっけ。フォークで暗殺する人は、ソリーニ、リサイクルやろ、ちょっとうまいな、うまいな。30年以上前ですかね。私はリアルタイムで読んだわけではないです。前、
ギャンブルレーサーは私は知らないな。なんかそういうタイトルあるのは知ってるんですけど、初めてサイクルヤールを読んだのはあの九十九里白子ユースホステル、九十九里浜白子ユースホステルだったっけ、九十九里の方のユースホステル泊まった時にサイクル野郎が何巻かだけ置いてあって、いや全部揃ってたのかなあれ。ちなみにあそこは前ペアレントさんのお父さんがサイクル野郎でした。なぜかブリヂストン折りたたみのグランテックってのを乗ってた。サイクル野郎で、ああなるほど、休憩はあんまり最近決めてないですね。まあでももうそろそろ、でも休憩しなくてもいいぐらいの体調だな今。なんだろう今日は、久しぶりだから絶対きついと思ったのに。麦草、そうですよね、まだ寒くはないです。まだ日に当たってるとずっと暖かい、少し汗かいてるぐらい。いやでも少しの汗で済んでるのが信じられん。ペースが、今半袖でアンダーもつけてなくて半袖ジャージ1枚切りです。あ、いやズボンも履いてますけど、下りは絶対冷えると思いますね。暗くなってきたら本当に寒くなるんで、聞いてくる。あとでそれはボディブロー的な、何が燃え上がるって。猫耳はついてない。74年か、私が4歳じゃないか。それじゃあだなし、今日だとはいかないです。空気は乾燥してるかな。土曜日に出ることが少ないのはだいたい金曜の夜夜更かししてしまって早起きできないから。昨日は、金曜日は朝5時ぐらいまでゲームとかしてて、で起きたのが13時でした。昨日はダメすぎる。あ、これ何の糞だ、猿か。あ、電波もうそろそろなくなります。この先クッと曲がって川渡るあたりで、あと3分か。どうしようかな。次枠は金峰牧場のところでの休憩の時まで放送は中断しようかな。じゃあこの枠までしときます。お、休憩してる。ってことはここが何のゲーム、 iPad でキングダムラッシュとかやってました。もう少しか。いや次電波は多分金峰牧場のとこであると思います。はい、今日はなんか妙に調子が良くていつももうちょいきついんですけどね。で今これあの中継はこの辺りまでです、電波が。でこれが今中継してる方で、中継してるの、ええ、ネットで。そうです、ユーストリームなかなかで、あのニコニコ生放送って方なんですけど。いやただちょうど今電波切れてあのコメントだけ聞こえてるんですよ。でここから先はこれで、はい、あこれ、はい、こっちの方で録画します。いやあの完全趣味で、あの多分ロボさんっていう文字列で検索すると出ます。はい、いろいろ各種でビデオ撮ってますか。あの10年ぐらい前から自転車リコやってるんですけど、あちこちで最近になってあのこういう録画とかあの生放送やってるんですよ。
はい、なんていうチャンネルですか。ですね、チャンネル名はサイバーサイクリストっていうんですけど、あの Google 検索でロボさんで検索すると一発出てます。一応あの趣味の名刺とかも作ってるんですけど、走行中なので。でも今日涼しくて、あのこんだけこの坂道を涼しく登ってこられるのって珍しいですよね。だいたいいつもあのこの時期でも、さっきのブドウ棚のところは地獄なんで、暑さが。そうですね、私は毎年行ってるんですよ。あのやっぱり集団の。いや、あのさっきの集団とは違うんですけど。別ですか。でも大だるみ峠でこんなに集団走ってるの見たの初めてです。こんなに人に会うの。さっき前の方の集団はうちの定例って言われてたんで、多分あのショップの走行会かなんかですかね。なるほど。そうか。ほったらかしの湯の下に止めてるんですよね。いやいや、上です。ほったらかしの湯に止めてる。じゃ最後登りですよ。最後あれ登るんですか。大だるみの後に。うわぁ、初めての人って多いけど、わざわざそれを知らないで、ね、飛んでいっちゃった連中は後で後悔する、ね、頑張っちゃダメだよって言ってんだけど、あとあんまり差がついてしまうと上で待ってる人が凍えますよね。ほら、途中でダムがあるじゃないですか。そう、私あのダムができる前に1回行ったことあるんですよ。いや、何回か行ったんだったかな。あそこは水は汲めるのかな。でも湧き水とか結構ありますよね、途中。でっかいウバの木とか、違う、トチの木か。上は寒そうですけどね。でもここまでこんなに消耗せずに登ってこられたの初めてです。いや、でもこれはだいたい着替えが着替え、あと予備バッテリーが少し重いんですけどね。さて、じゃあ配信の電波完全に切れたんで、ここで私はあの録画方法をまた切り替えながら行くんで、長い休憩していきます。ホイールで発電するか。下りだと釣りできそうなんですよね。下りだとね、さすがに上りだと。でもスマホとかでなければなかなか充電まではいかないですね。パソコンは消費する電力が大きすぎて。ね、もうここまで着いた。これで皆さんなんですね。あれ、でも一人足りないような。よし。そうだ、すいません、さっきずっとこれ映ってたんですけど、 YouTube に上げるときにはモザイクかけた方がいいですよね。顔が映ったら、これ最後 YouTube にアップロードしたりしてるんですよ。これ顔が映った分はモザイクかけた方がいいですよね。ずっと回ってますこれ。じゃあかけときます、すいません。ねえ、よいしょ、よいしょ。さて、でも本当今日涼しくていいですね。ねえ。じゃあツイッターで。この写真のことか。ちょっとこれ鮮明すぎるかな。小さいサイズでアップしよう。ソマクチリンドウに入りエリアがいいです。
金保五区五条金保五区そう休憩で配信できるかもです。あ、見えなくなった。で、ツイートしといて、GoPro だけの状態に、給電。給電ケーブルと、あ、まだ行かないな。GoPro 直結用マイク。これも先につけてしまうか。
て、胸元に止めて、よし完成で、ちゃんと充電して端子も挿してと、これでよし。これ完全に GoPro だけの映像でニコ生配信もできるようになったらもう少し面倒くさくなくなるんですけどね。ここまでお茶飲んでない、信じられん。まだまだ長いなあ。あ、そうだ、あとツイートは言ったかな。あ、言ってない。さあ、転居写真を消して、あ、遠い。よし、もう一度ツイートだけだったらすぐ行った。よっしゃいつもはここまでがむちゃくちゃ暑いから日陰に入ってホッとするとこなんですけどね、ホッとするとこなんですけど、はあ、若干肌寒い。今日は上が不安だな。上に着いた後が、はあ、
もうここからダムまで 8.3 キロ、標高差5、600ぐらいか。涼しい。今日ちょっと気温が低すぎて怖いぐらいだな。どこにあるんだこれ。こっから上に直売所みたいなところはなかったと思うけどな。これか、違うよな。カダムまでの距離の表示が300メートルおきにある。
100メートル間隔だ。勾配緩くなった。100メートルおきにあったり、400メートル間が空いたり、にしても多いな。お、なんだ今の。わっちゃ、クリの胃が。今踏んだよな。7キロメートル。一体いくつあった今までに。 1.3 キロ区間の間に。9キロ。あと68歩あんのかな。
そっか、ことが、こと川だと思って、あそこの水池は乙女湖って言ったっけ、あそこ乙女高原だからか。ああ、今日空気が霞んでるな。あんまり遠くが見えてない。お、なんか来た。左の足の腱というかアキレス腱かな。
この辺りはなんか痛いな。あのくるぶしの後ろの方の、あの細くなってるあたりが痛い気がする。その口のさわら林、はあ、これは陽子山ごぼうかな。前間違って口入れて、口なんかずっと気持ち悪かったやつ。別名インクベリー。染料みたいな紫色してるので。うわ、
床山まであと5キロ。まださっきの 8.6 キロの 8.3 キロだっけ、看板見てまだ半分来てないな。標高1200、そろそろ一旦休憩しよう。ふう、電波は、あ、まだ来てる。まだ通じてる。それ一応通じたというイベントを残す意味で。これ放送中じゃない場合はどこで何があったかっていうのはデジカメの写真頼みなので、頼りなので、こまめに写真撮っとかないと何か起きたのが全部ビデオの上でどこにあるか分からなくなってしまう。よいしょ。寒くなってきたのか。こんにちは。早いな。どんだけで登ったんだ一体。4.7 キロ。これは、よいしょ、よいしょ、これで少しは引けるかな。
よっと。ちょっとクラクラするな。眠気かなこれは。今日もどっかで昼寝した方がいいなこれは。白いな。でもなんか意外と紅葉は進んでる感じがする。ツイッターで大だるみ峠で検索したらまだまだっていう情報はあったんですけど、思ったより黄色くなってる。あ、ここは、まあ、昼寝したとこだ。この右に行く道が前工事中で入り口が止めてあったんで、その入り口の入ったところでちょうどいい斜面だったんで昼寝したんですよね。あ、まだ閉鎖されてる。ちょっとだけ寝ていこうかな。10分ぐらい。
うわ、栗のイガが。もう上の方だったらいけるかな。よいしょ。それじゃあ枕を、枕とあと目隠しのためにウィンドブレーカー使って、あれ狭くなってるような気がするな、前より。うわ、よし、ゴミかけでいいか。じゃあちょっとGoPro放置したままでしばらく昼寝します。この辺置いとくかな。よいしょ。
寝すぎたかな。そうでもないか。寝すぎてない。もうちょい寝とっかな。よく見たらさっきから栗の板が、栗が落ちっぱなしですね。何が落ちてんだろうと思ったら、上からバサ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 なんか落ちてくる音がすると思ったら